まあやっぱリグロスのメンバーってすごい仲良しな感じじゃないですか。ね、みんなで温泉行ったりとか、ね、仲良しだけど、かなでちゃんってリグロスの中だとお姉ちゃんポジとか妹ポジとか、なんかみんなでいるときはこうなんだよとか改めて教えてもらえると嬉しいなと思って。なるほど、まあ一応一応、あれここどこだ、一応まあやろうと思ったらどっちもできるんですよね。あ、そうなんだ、すごい、どっちもできるんだ。できるんだけど、まあやっぱ末っ子なところもあるので。あ、確かに。ベイ、どうしたどうした、なんかうんおーみたいな音がしました。あー、このこれも多分ね、近くに空洞があるんじゃないかな。頼もしい。でもあんまり甘えられちゃうと可愛くて、僕やっぱセクハラ出ちゃうかもしれないけど、それは奏でが悪いよね。それは奏でが聞いてないです、その話。ほんとそれは奏が悪いよね。もしそうなって僕が手出ちゃったら奏が悪いよね、それはね。いや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 、新しいモラハラなんですか。でも確かに、あの青くんとかがよく雑談で言ってるけど、かなでちゃんはすごいなんかこう距離感が近いからめっちゃ意識しちゃう、ドキドキしちゃうみたいなことよく言ってるじゃん。で、かなでは魔性の女なんじゃないかと僕は思ってるんだけど。なるほど、どうなのそこら辺は。いや、まあ意識はしてないんですけど、なんか、確かに言われてみたらそういうことしてたなってなるって感じですね。あ、そうなんだ。もうその時はナチュラルに、もうちょっとスキンシップギュッみたいな感じのことしてるけど、まあ思い返せばしてたなみたいな感じなんだ。そうですね、特別なんか意味はなかったんですけど。あ、そうなんだ。そうですね、特別意味はないんだ。はい、そうなんだ。なんとなく、寂しいから、くっついておこうかなって思って。いやー、これちょ小悪魔だね。そんなさ、可愛い奏にさ、ちょっとギュッとかされたら、こっちは意識しちゃうわけですよ。岡谷先輩もですか？いや、しちゃうしちゃうよ。たぶらかしていこうかな、じゃあ。たぶらかしてくれるの？振り回しちゃおうかな、岡谷先輩。助かる助かる。どうやってたぶらかしてくれるの？助かるって言われちゃった、うん、助かる助かる。やりたくなくなっちゃうの。こっち向いちゃうと、もうなんか興味なくなっちゃうタイプか、かなではもしかして。いや、それ結構あるかもしれないですね。結構ツンとされてると、なんでこっち向いてくれないのってするけど、かなでのこと俺好きだよってなったら、もう興味ないってなっちゃうってこと？そうですね。悪い女だね。こうやっぱ手に入らないものを望んでしまうわけですよ。そうなの？そうなんですよ。そうなんだ、悪い女だね。簡単に手に入ってしまっちゃダメですよ、かい先輩。いや無理だよ、僕は簡単に手に入ってしまうよ、かなで。いいんですか、そいいんですか、簡単に入っちゃって。全然簡単に手に入っちゃうよ。